えー、バックファイヤーキャップフレアの紹介です。えー、このバックファイヤーキャップなんですけども、えー、まあ、皆さん、えー、いろんな方に使っていただいて、まあ、小さなパーツではあるんですけども、改めてえっ、ー、と田辺さん、このバックファイヤーキャップの良さってどんなところですかね。まずシンプル、うん。もうあの船ってやっぱり波があったり、あの風が強くて、もう小さい細かいあのねセッティングであれば。 こうスムーズにネクタイの交換しにくいんですけどもうこれはもうネクタイの位置合わせてこう閉じるだけでもうこれですぐ使えるんでもうすぐこうそのネクタイの交換に時間をとらわれない大切な一日の兆候の中でこうシンプルにこう交換できるっていうのはすごいいいですね。時愛を逃さないという意味でもまあ超過に貢献してくれてる重要なアイテムということですね、はい。 まあ今まで使っててこうちょっと逆にあのこういう時どうかなと思った時ってありますかあそうですね逆にやっぱりこうフレアがしにくいんですねこう縛ることによってネクタイのこの本来のこう硬さであったりあの素材を生かしきれないここで閉じることによって。うん、でそれを今回 作っってもらったんですよね今アイさんが、えー、と持っていただいてるこちらバックファイアーキャップフレアなんですけどもアイ、まあ、さんとはあの以前、えー、フレアフィネスっていうネクタイも作ったりしてたと思うんですけど、はいまあ、改めてこのネクタイをフレアさせるっていうことの重要性についてちょっとお伺いしてもよろしいですかね。はいあのー、ねこういう、まあ、2本出るようなねタイプのネクタイよくあるんですがこう2本がね当たり合うとね、えー、こうね こう当たり合うと本来の正しい動きっていうのがねなかなかできなくなって、うん、まあ正しい動きをしないと釣れないような状況っていうのはね多々あると思うんですよね。うん、あのめちゃくちゃ杭が渋った時ねより綺麗に動いてるもんに対してはギリバイトしてくれるようなそういうのでフレアフィネスという、ね、バックワイヤーキャップでもフレアするというね、うん、えものを ね、以前作って、はい、あの製品にはなっているんですけどね、まあ、そのコンセプトがね、えー、もう、えー、生産、えー、開発段階でねもうそういうのがねそういう煩わしさからいらない、うんえー、どんなネクタイでも強制的に <laughs> もう強制的にこんな感じです,こんな感じです今までこうなってたのがこんな感じです。はい、もうこれ見てもららったらねわかるんですけど ね、これデュアルカーリーです、うん、デュアルカーリーリ普通はねちょっと下にこう、うん、このねこういう感じにねこういう感じに、ねうん、同じねこれ、まあ、色は違うんですけど同じネクタイなんですけど、まあ、つけた感じこう、うん、で水流はね最初のこの最初の R の部分に一番当たります。ここ当たってこうなるんですけどわずかにここの幅がある、うんでハリとハリスにも干渉しにくい。うんうん っていうことは正しく動く。この双方の1本1本のネクタイが正しく動くんでね。はい、はい、正しく動くと、えー、人よりもバイトが多くなるっていうこう、うん、アドバンテージをもらうためのキャップなのかな。うん、アピール力もます。あの高めることもできるし、うん、同時に、えー、トラブルも減らすことができるっていうアイテムですね。ありがとうございます。